ゃあ代表してですね、だるまさんが転んだ、言ってもらいますね。で、先にタッチした人が、タッチした選手が勝ちです。ちなみにお名前は？しまちゃん。はい、じゃあしまちゃんが、だるまさんが転んだと言いますので、選手の皆さん、それに合わせてこっちに近づいて最後はタッチしてください。だるまさんが転んだって言った後は動いちゃダメですからね。お願いしますね。じゃあ、いろいろフェイントとかも入れてもらいましょう。じゃあ行きますよ。ゴールはここです。皆さんこちらのゴールを目指して頑張ってきてください。じゃあ行きます。だるまさんが転んだ。はい、動いちゃダメです。どっかの後ろにねぶたまんも採択してますね。今のところ先頭はジンコちゃんですかね。じゃあもう一度行きましょう。はい、アプリとか動いちゃダメだよ。さあ、今のところ先頭、ジンコちゃんですね。だるまさんが転んだ。さあ、変わらず先頭がジンコちゃんですが、なぜか2番手にねぶたまんが来てます。ねぶたまん勝ったらどうなるんでしょうね。はい、じゃあ続いていきましょう。さあ、今なかなか面白い形になってきました。今のところなんで先頭がねぶたまんなのかよくわからないんですが、ねぶたまんが先頭です。2番手ジンコちゃんです。3番手にはラブリンですかね。赤組の皆さんも頑張ってくださいね。はい、じゃあ次行きましょう。はい、ねぶたまんちょっと叩かれたので一回戻ってください。失格です。ちょっとジンコちゃんが可愛らしいですよ。みたいな感じで。今のところジンコちゃんが1位。ねぶたまんはカウントしません。ではもう一度。だるまさんが転んだ。あ、いいですね。皆さん動いちゃダメですよ。さあ、今のところジンコちゃんトップ、2番手が、ラブリンですね。さあ、なかなか面白い感じですね。このまま決着がつくんでしょうか。はい、お願いします。だるまさんが転んだ。さあ、なかなかいい感じになってきましたね。今2列目あたりか横一線というような感じですかね。さあ、このままいってみましょう。だるまさんが転んだ。ちょっと怖いのがまたねぶたまりました。さあ、今のところなかなかいい勝負になってきたんじゃないですか。トキさんも頑張ってくださいね。だるまさんが転んだ。痛い。ねぶたまん、ねぶたまん、これで2回目ですね。また戻ってください。待て。さあ、今のところ順位はですね、ジンコちゃん、ラブリン、そして横からハネトンが来てますね。さあ、ここで決まるかな。だるまさんが転んだ。近い。このまま行っちゃいましょう。だるまさんが転んだ。はい、決定しました。最終的にタッチしたのは、ジンコちゃんでした。総合優勝という素晴らしい成績を収めましたので、ご了承します。平成26年10月13日、ねぶたまんの7歳。はい、おめでとうございます。はい、拍手お願いします。さあ、賞状掲げてますよ。いやー、白組最後の最後で強さを見せてくれました。赤組も頑張ってくれました。いいよ。さあ、今日の出場選手もう一度ご紹介しましょう。今日の1から、アローバーバーの予防へ6番、そしてコーヒーにこりジンコちゃん参加してくれました。皆さん、応援ありがとうございました。